DI-6SCH の模型コチリ銀 DI-6 は1930年代のソビエト連邦の複雑戦闘機である。引き込み足を採用した最初の複用戦闘機である。ソビエト中央設計局で戦闘機または武装を変更して地上攻撃機として開発された。当初、液霊 V-12 エンジンの装備が計画されたが、エンジンの開発が遅れ。 輸入されたライト R-1820 空冷製型エンジンが採用された。1934年9月30日に初飛行し、1935年初めから試験が始められた。試験中に多くの問題が見られたが量産が始められ、1937年春には空軍への納入が開始された。振動の発生や、 広報基準の社会が狭いことのなどの問題の解決のために重量が 160kg も増加したが1939年まで生産は続けられた。タンハリマの基金混成の副容器で主客はケーブルで引き込む構造であった。パイロットのコックピットは開放式で重視席は一部がカバーされていた。広い射撃の社会を得るために重視はパイロットより低い位置の席に位置した。 1939年のノモンハン事件やフィンランドとの冬戦争にも参加したとする説があるが、すでに時代遅れの期待となっていた。ありがとうございます。